キノコもあります。ここら辺のはずだけど、どこだろう。お、セーブポイント。ああ、あそこだ。ここですか。ちょっと周りを見ますか。ん？薪が積み重なっている。あ、奥にもあるけど、建物。まあ、一旦入りましょう。プライスです。テイラーさんを探しているのですが、こんにちは。留守か無視か、とにかく会って話す必要がある。鍵がかかっている。つまりここは開かないと。お隣は？ここも鍵。鍵を探す必要があるの？そんなこと無断でやっちゃいけなくね？あ。おっと。こんにちは。テイラーさんですね。ああ。はじめまして、プライスと申します。茶番はいいからさっさと脅し文句を並べろと。なんで来たかぐらい分かっとるわと。脅し？いや、冷静に話し合いませんか？市はここに高速道路を建設する予定です。この地区も新たな住人と観光客であふれかえります。もちろんお金も。そうだなと。お前らはいつもそうだ。金、金、金。金に支配されている。人情というものはないのか？ここは私の家だ。テイラーさん、もうお疲れでしょう。もう準備は整っています。もちろん、十分な対価も支払います。もし断れば、物件を差し押さえることになります。え、そういうふうに使うもんか？間違ってない？使い方が。承諾する以外選択肢はなさそうだと。はい、ご理解いただきありがとうございます。住居に関しては申し訳ありませんが。悪いな、お前さんは仕事してるだけなのに。私にできることがあればと。そうだな、寒くなってきたな、小屋の中で話そうかと。ほら、鍵だ、すぐ行く。キャビンの鍵ね。それで待ってる間、火を焚いてもらえるかと。もちろん、ありがとうございますと。怖いよなぁ、なんか。キャビンってこっち？こっちじゃないっぽい。向こうか。薪持ってかないと火つけられなくね？あ、出ちゃった。こっちは何もなし。灰しかない。火を焚かないと。あ、薪を取りに行く必要があるよな。少なくとも。うわ、こっちにも部屋あるんだけど。ここは？廊下ね。結構部屋多いな、ここ。一旦薪を取りに行きましょう。はい。薪を持ちました。ここに入れます。火を焚かないと。火を焚きたいんですけど。寝室ね。犬用なベッド。なんだかとても異様な匂いがする。ゴミ箱には紙が詰まっている。クロスワードパズルがたくさん。パズルが好きなのか？なるほど。ちょっと全部屋見とくか、一応。これ犬か。異様な匂いっていうのがちょっと気になるよな。鍵がかかっている。なんかあるぞ。マチか、ちょうどいい。いいじゃん。見つけて探してみるもんだね、ちゃんと。馬鹿げた考えだと。めっちゃ迷うな、これ。トイレね。まあ、あと、火つけに行くだけなんだけど、今のうちに。待って、これ繋がってる、いろいろ。繋がってるな。よし、行くぞ。くそ、薪が湿っている。火をつけやすいものがいるな。紙とか？紙なんてあったっけ、どっか。紙。これか。あれ？紙じゃないの？ゴミ箱に、なんか燃えるものばっかやろ？持っていきたいんじゃないんか。あ、わかった。空にしてってことかな。やっぱそうだ。OKOK。で、まずは書類を入れます。で、マッチをつけます。きた、ファイヤーメーカー。おい、なんか話さんか。
なんか顔に傷あるよな、あの人。ちょっと怖くね？え、特にないけどな、やれること、現状多分。なんか見逃してる？あ、そんなことないな。あ、火を起こしたのか、ありがとう。どういたしまして、暗いですからね。と。あ、電気がないのでな。話を戻そう。ペットの行方がわからなくなってしまった。見つけてほしいのですか、その、犬だと。とても奇妙な出来事だ。昨晩、眠りについた時にはいた。そして私の知る限り、扉を開けることはできない。だが日が昇ったら消えていた。じゃあ中にいるはずじゃと。私もそう思ったのが見つからない。見つけてくれれば書類にサインしよう。早速調査を始めます。で、調査だからね。一旦じゃあさっきの部屋に行きましょう。寝室だね。ここにヒントがあるはず。この犬は小便と石鹸の匂いがする。小便と石鹸の匂いってことはバスルームってこと、つまり。あれ？なんかバスルームがめちゃめちゃ臭いみたいな話してなかったっけ？強烈な匂いがする。だよね。どういうことじゃ？だいたい家の構造は分かってきたぞ。犬ですが、少し変わった匂いが。ああ、昨日スカンクにやられてしまって、それで小一時間洗ったんだと。大量の水とシャンプーを使って、通りで今の匂いになったわけですね、と。他にも同じ匂いがする場所があるなのか。あれ。こっちか。ここで犬を洗ったのか。まだ臭い。少し考えよう。犬のベッドがすでにあんなに強烈な匂いなら、実際の犬はどんな匂いだ？匂いを追えるはずだ。え？匂いきたー。くんくん。え？なんか今いたけど。こっちか。あ、扉に穴が開いている。犬はここを抜けたはずだ。扉を開けるには暗証番号が必要だ。テイラーさんに聞こう。ギョイに。鍵ね。廊下に鍵がかかった扉があります。どこへ繋がる扉ですか？扉に穴が開いていて、犬がそこを通ったんじゃないかと。なるほど、納得いく。扉の後ろは、古い地下室だ。でも何年間も使っていない。確認しようとしたのですが、鍵の暗証番号が必要でした。ああ、なんだっけ、とても長くて。申し訳ないが、暗証番号を忘れてしまった。だが私もバカじゃないからバックアップはある。パズルが大好きでね、パズルに隠したと思うと。必要な言葉は、トリー。そう、それだ。なるほどね。ツリーを探しに行くか、じゃあ。寝室だよね、クロスワードは。クロスワード？パズルは。ツリー、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 ツリーって、これトイレだったわ。ツリー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 、こっちだった。いっちゃん遠回りした。ツリーツリーツリー、あー、なるほどね。はい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 、どういうこと？あ、ツリーっていう文字の並びを見つければいいのか。じゃあ T を探そう、まず。え、T なくね？あ、T やったわ。あー、C の5か。違う、C の5じゃない。合ってるか。C の5から、斜め右下に行く感じで F の8まで続いてるのか。B。C5 から F8？ C5、F8、了解。C5F8 ね。どういうことなんだろう。でも5678でいいのかな。これだ。 OK。
地下室っていうのはもう怖いんだけど。向こうなのか。こっちを渡っていかないといけないっぽいな。洗濯機だ。電気が通ってないから使えない。お、セーブポイント。まだある先が。長くね？ハンマーのこぎり、レンチくぎ。なんだ？このガソリンは間違いなく使い物になるなと。ちょっと待って、こっちも気になるけど。あ、外だ。もう一個の別荘に繋がってるんだ。へぇ。壁と床に穴が開いている。きっと犬はここを通ったんだと。え、もう匂いしないけど、でも犬の。何？ F1 通った、F1 通った。橋だ。え？血なんだけど。なんで？グリーンウッドさん。おいで。甘いガソリンの匂い嗅ぐんだ。嫌だ。どうか信頼を得ないと。え？なんで？狐の血。犬の信頼を得るためにはどうすればいい？道のりここ長すぎんか。いくらなんでも。前に戻って探すでいいんかな。聞いてみるか。多分そのためにこうやって行きやすいようになってるんだろうしな。犬を見つけたら話しかけよう。見つけたよ。犬は見つけたよ。犬の信頼を得るために。あいつ何なの一体。特になんか置いてあるわけでもないのか。ってことは現場で何かやる必要、やるというか見つける必要があるってこと？いや、なんか燃やせるだよな。ガソリン缶。なんか燃やすべきものあったっけ？フェアイズコンプレッサー。あ、あるやんけ。左だ。明かりがついたと。明かりがついたとしたら、ここ使えるくね？何？何？何？すごいけど。中に何か入ってる。手袋？一瞬ヒヤッとした。この手袋を使うってことか。今のこの演出が怖いわ。わけわからんでも。なんで血の演出なんだろう。この手袋はここにぴったり合いそう。でも今は取っておこう。まあ一旦犬のところにって感じかな。怖いよ。犬が怖いよ。そろそろ出てきます。犬が。犬。ほら、このグローブの匂い嗅ぐんだ。そうだ、おいで。いい子だね。ワン。飼い主が心配してるぞと。家に帰りなさい。いい子だと。よし、キャビンに戻ろうと。
とりあえず犬は戻った。え、何？え、なんで？なんで？え、通れないけど。あれ？見つかったのか、ありがとう。書類にサインしておいた。中にある。今すぐ退去する。その方が気持ちがいい。さようならと。なんでここに死体があるの？よし、書類を回収するかと。わけわかんねえ。あ、出た。よく来たな。今回もよくやったな。それ、でも少しやわになってないか？わざわざ小汚い犬を探してやるなんて。金を払わない役立たずなんてとっとと追い出せ。今度はもっと厳しく接するんだ。承知いたしました。わかっているな。君を選んだことを後悔させないでくれたまえ。そう、その意気だ。決してこのチャンスを無駄にしません。そうだ、とっても重要なことを忘れていた。まだ君の踊りを見たことがなかった。さあ、ショータイムだ。あ、わかりました。そう、それでこそ君を選んだ甲斐がある。もっと早く。わきわかめ。え？あ、また夢か、これは。ゾウさん出てくるんとちゃいます？え？え？え？あ、これ、あれだ。なんだっけ、なんて言うんだっけ、何チェアだっけ、ロックチェア、なんだっけ、ロッキングチェアかな。はあ、はあ、悪夢じゃんけよ。一人だけ泣いてる。どんどん奥に行くんだ。どういうこと？これ。いや、逆に手前に行くんだな。え？何？何もできないんですけど。どういうことなんだろう。進められないんですか。あ、転んで起き上がれなくなった。